株式会社森脇エンジニアリングは、二輪、四輪車用、部品、用品の研究開発、レース参戦、製造販売を手掛けるメーカー。吉村ジャパンの創立者、吉村秀夫の弟子である森脇守が吉村から独立し創業した。社名は創業者のせいから名付けられている。取締役専務である森脇美奈子は妻で、吉村秀夫の実娘である。 レース活動を積極的に行い、特にフレーム製作で知られる。1970年代から1990年代にかけて市販車改造カテゴリーである TT 界1クラスおよび TT 界3クラスにおいてワークスマシンと互角の性能を持つマシンを次々と開発し、1981年の鈴鹿8時間体9ロードレースで当時無名のワインガードナーの手によって ポールポジションを獲得などによってに広く知られるようになった。1984年には、八代俊二のライディングにより TT 界一チャンピオンを獲得。当時のライセンス区分で、登竜門的区分であった国際 B 級にも、宮城光らのライディングで参戦し若手を発掘。テレビ東京系スポーツバラエティ、ルー、スポーツとの協力で1983年から、 多くのレース関連企画を番組で放映、清水邦明のレース参戦を番組を通じてサポートした。レーシングマシン森脇モンスターや VFR750R のエンジンをオリジナルフレームに搭載した 0VX7 が特に知られている。また、血縁関係にある吉村ジャパンに一時期フレームを納入していた時期もあった。当初は吉村を引き継ぐ形で、 川崎 Z 系でレースを行っていたが、レギュレーション変更に伴って、パートナーはホンダに変更、現在も強い友好関係にある。1984年に、ホンダが本格的に 250cc クラスへの復帰を果たした際には、レーサーの RS250 のエンジン供給を受けて、独自のフレームに搭載したマシンで全日本、ロードレース選手権、250cc クラスに、 フル参戦。1986年には、そのオリジナルフレームマシンで、WGP250cc クラスにもスポット参戦し、世界を視野に入れたマシン制作にチャレンジしていた。1986年と1987年には、ホンダーアークスマシンである NSR500 や NS500 を対応され、全日本ロードレース選手権の最高峰である 500cc クラスに、 フル参戦。86年に八代が一勝。87年も日渡氏治むのライディングにより、雨のレースで勝利を挙げるなど健闘を見せた。若手ライダーの発掘と育成も行っており、森脇に見出されたガードナーや八代、宮城は、その後、ホンダワークスチームへと巣立ち、日渡氏は鈴木ワークスへと移籍。ケビン・マギーやピーター・ゴダードも森脇に見出され、 あとに世界最高峰クラスである WGP500 で活躍した。フレーム改造の自由度の高かった TT 回一に対し、現行の JSB1000 及び ST600 ではフレームの改造及び変更は基本的には許されないため、近年では蒸気のようなオリジナルマシンが国内選手権で走る場面は減少したものの、 モート GP に HRC から RC211V のエンジンの供給を受け、自社のオリジナルフレームに搭載した MD211VF で参戦していた。また、エントリーレベルでのレース活動を積極的に支援しており、ホンダの NS-1 をベースにしたレーサーメガヘルツ80をリリースしたり、4ストローク短気筒エンジンを使用する GP モノカテゴリー向けに、 各社250モトクロッサー用エンジンが搭載できる、汎用性の高いフレームを開発するなどしている。モートジッピーの QGP250 クラスが2010年より、元2クラスにリニューアルされるのに伴い、同クラス用のマシンとして MD600 を開発し、2009年のシーズン途中より全日本ロードレース選手権に焦点がいながらテスト参戦。2010年の 元にクラス開始とともに、モートジッピーに参戦し、MD600 を使用していたトニーエリアスが、第2戦スペイン GP での初優勝を皮切りに、シーズン7勝を挙げ個人の総合チャンピオンとなり、シーズンのマニュファクチャラーズランキングでも、森脇は2位の成績を残した。しかし2019年のシーズン終了後、全日本ロードレース選手権及び、鈴鹿八体からの撤退を発表。今後は、 環境性能を含めた高性能パーツの開発、製作に注力するとしている。オートバイオパーツの他に森脇最中という和菓子も発売している。ありがとうございます。